Hey guys, it's Asaru. 今回は窃盗時語根設備時解説語源完全攻略ということで英単語の語源を完全攻略していこうと思います。その前に皆さんお待たせしました。この動画を作るのに1ヶ月以上の時間がかかってしまいました。皆さんからおさるさんもっと動画投稿してほしいですっていう声をいただくんですが申し訳ありません。僕はクオリティの低い動画を上げないことを心に誓っています。もし動画を上げる頻度を増やしたらおそらく今の動画のクオリティは下がってしまうと思います。それだけは絶対に下げたいです。だって普段皆さんが自分の時間を使ってわざわざ YouTube を開いてくれてるわけでしょ。だから絶対絶対にがっかりさせたくないんですよね。もしかしたら1ヶ月に1本とか動画の投稿頻度は低いかもしれません。ただ最高のクオリティになるように動画を作成していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。そして今回は語源完全攻略です。窃盗時、語根、設備時すべて解説していきます。そして動画の最後には、この動画のすべてをまとめた数十ページにもなる有料級の PDF を無料で配布しています。本来なら有料で出せるような教材ですので、無料でゲットするためには僕がキーワードを動画の途中で一語ずつ伝えていきますので、ぜひそのキーワードをメモしてください。そしてぜひ最後まで動画を見て無料教材を手に入れてください。なんでこの動画を作ろうと思ったかというと、単語って文法に並んで英語学習において非常に大事だからです。そしてこのチャンネルを見ている人なら単語がどれだけ大事なのか分かっていると思います。だからその単語が覚えられないって英語習得において相当やばいわけです。その悩みを解決するためにこの動画を作っていますが、正直単語を学習していて何度単語を見返して復習しても覚えられない。イメージで覚えたり音読したりあらゆる手を尽くしたけど全く覚えられない。こんな風に感じたことありませんか？中にはあらゆる手を尽くしてもどうしても覚えられない単語って出てきてしまうんですよね。それは皆さんの覚えが悪いのではなく覚え方が悪いんです。正直その覚え方を修正しないといつまで経っても英単語が覚えられません。実は僕自身も大学1年生の時に僕が今日紹介する方法を実践していない時があって、英単語が全く覚えられない時があったんですね。ただ今日紹介する窃盗時、語根、設備時などの語源を知ることによって最終的に英検1級語彙セクション満点を取得し、英検1級に合格、英単語検定1級を取得、覚えた単語数も2万5000語を超えることができました。そして僕だけでなく2月に開催したスクール生も全く合格には歯が立たないところから、語彙セクションでは9割近く正解し、英検1級一次試験に一発合格した方が2人も出てきています。他にも僕が指導したスクール生たちは英検3級から1級までの語彙セクションでは9割以上の方が満点近くの点数を取得しています。もし皆さんが英単語を10倍早く暗記して周りを圧倒したい、単語を書いたりなど無駄な暗記をせず効率的に覚えたい、英単語をたくさん覚えてスピーキングやリスニングで苦労したくない、そう思ってるのであれば今回もかなり貴重な話をすることになります。さらに動画の途中と最後にはこの動画の全てをまとめた数十ページにもなる有料級の PDF を無料で配布するためのキーワードの発表と、前回の動画から急遽変更がありますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速語源を紹介する前に、語源とは何か、何で構成されているのかを話していきます。まずは語源は3つの要素で構成されています。1つ目は単語の先頭について、主に否定、強調、時間、位置や方向関係を表すのが窃盗時です。2つ目は単語の真ん中に来てその単語の意味の核をなすのが語根です。最後に単語の最後にくっついて主に品詞を決める設備時です。まとめて簡単に言うと、漢字で言うところの部首の中の辺と作りなどと似ています。皆さんも魚編とかがあると、この漢字は魚や水生生物の意味を表すな、こんな風になりますよね。編や作りは代表的なものが限られています。その代表的なものを覚えるだけで単語の暗記が僕の感覚で言うと10倍以上早く覚えることができます。ぜひ英語で言う編と作りは覚えるようにしていきましょう。それでは1語目を発表していきます。まず最初は数を表す窃盗時を扱っていきます。まずは mono になります。 mono は一つという意味です。それでは早速 mono を使った英単語を紹介していきます。例えば一つ目 monologue。 mono は一人、 log は話すという意味なので一人で話すこと、つまり一人芝居という意味になるんですね。 log は話すという意味だと話しましたけど、 dialogue とかでも使われてますよね。ちなみに dialogue って対話って意味ですよね。だから log、 話
すというわけなんです。だから対話とかって話すって要素がありますよね。ローグ、話すなわけです。面白いですよね。あとは皆さんが知っているモノレール、これは一本のレールを用いて移動する交通機関だからモノが使われているわけです。日本語でもモノクロ、モノトーンと言ったりしますが、これって一つの色で絵を描くことですよね。このモノというのはまさにモノになります。実は日本語でも存在しているんです。ぜひ覚えておいてください。他にも一つという意味で有名なのはユニになりますね。ユニもイコール一つという意味です。例えば僕みたいにスポーツをやっていた方はすぐにピンとくると思うんですけど、例えばユニフォーム、ユニフォームってみんな一つの型や色の服を着ていますよね。つまり制服という意味になるわけです。そう、ユニイコール一つ、フォームイコール形なので、だからこそユニが使われているわけです。制服って同じ一つの型をみんなで着ていますよね。だからユニが使われているんです。ユニークの独特なという意味も、一つしかないところから独特なって意味になるんですね。他にもユニコーン、これも言わなくてもわかりますよね。この写真みたいに角が一つなわけです。だからユニを使っているんですね。一つの角、つまり一角獣っていう意味になるわけです。こうやって語源を覚えることによって難しい単語も一撃で大体意味が予測できるようになります。例えばユナニマス、これはユニが一つの、アニマは魂、心という意味なんですけど、心が一つになる、だから満場一致のっていう意味になるんです。もちろん全く知らない単語の意味を初めて見て全てわかるっていう魔法ではないんですけど、大体の単語の意味が予測できたり、何より覚える時にすでに知っている接頭辞とかと関連付けて覚えることによって暗記のスピードが格段に上がるんですよね。例えばユニオンというのも、ユニ一つの、イオンはこと、ものとかという意味なので、一つになっているもの、つまり結合とか組合とかという意味になるわけです。もし仮に一つっていう接頭辞を覚えていれば、結合という意味を覚える時にも結合は一つになることなので、関連付けて容易に覚えることができますよね。ここまで一つという意味を紹介してきましたが、二つ、三つ、そしてたくさんというものもサクッと紹介して次に行きます。二つという意味を表す接頭辞は by になります。これは二つという意味になります。例えば bicycle、 これは自転車という意味なんですけど、 by は二つの、 cycle は車輪という意味なので、 bicycle、 二つの車輪、つまり bicycle で自転車という意味になります。だって自転車って二つ車輪ありますよね。他にも例えば日本語と英語が話せるような二言語を話せる人を bilingual と言ったりしますよね。 by は二つの、 lingual は言語のという意味なので、二カ国語を話せるという意味で使われます。他にも biennial、 これは by 二つの、 n、 年という意味で、ちなみに ill は形容詞にする機能を持つので、全て意味を合わせると二つの年となるので、2年ごととか2年に1回っていう意味で使われます。だから文章で使われると The event is held biennially、 そのイベントは2年に1回行われる、こんな風になるんですね。 by と同じ意味で do も二つという意味になります。ちなみに do っていうのは dou という表記で同じ二つという意味を表すこともあります。例えば double もそうですよね。 da っていうのが使われているので2倍のっていう意味にもなりますし、 do が使われているものだと、例えば dubious、 これって疑わしいって意味で、 do は2つ、 us は満ちている可能性があるという設備字で、2つの可能性があるということなので、そこから何かに対して2つの心を持った、信じている心と信じていない心2つで満ちているということなので、疑わしいって意味になります。実はこういう語源から来ているわけですね。他にも皆さんが知っているだろう doubt、 これにも double と同じ da がついていますよね。つまり2つに道が分かれていて、本当かそうでないか迷っている、だからないないではないと疑うって意味になるわけです。他にも duet とかも do がついてますよね。だから意味で duet という意味になるわけです。他にも dubbing というのも dubbing という英語なので、 dubbing って2つとかに複製することですよね。だから do が使われています。このように do、だで2つという意味があるのを覚えておきましょう。ここまでモノ、ユニ、バイ、ドゥを扱ってきました。次は3という数字を表す接頭辞を紹介していきます。これはもしかしたら簡単かもしれません。3は tree になります。 tree で3つという意味で、例えば triple、 日本語でもトリプルって言いますよね。これを分解すると tree で3つで four は重ねるという意味があります。3つを重ねる、そこから3倍のとか30のという意味で使われます。一見意
味が想像できない trivial という意味も trivial は些細なって意味なので、これも3つに細かく分かれているほど細かいことっていう意味なわけです。そこから些細なものっていう意味になってきています。 triangle も tree 3つの angle 角っていうことですよね。だから3つの角があるってことなので三角形ということになるわけです。次は triathlon なんですけども、水泳、自転車、ロードレース、長距離の3種目だから triathlon になるわけです。 tree がついてますよね。これがトライアスロンが何種目の競技なのかっていうのはもうすぐに分かってしまうわけです。語源ってすごいですよね。ここまでが3つなんですけど、数字の語源の最後は multi、 この意味は多数のという意味になります。例えば multilingual、 日本語でもマルチリンガルって言いますよね。これって多数の言語を話す人ってことです。 lingual はさっきの bilingual でも話したと思うんですけど、 multi 多数の lingual 言語のという意味なので、多数の言語を話す人ってことですね。他にもマルチタスクとかって日本語でも言いますよね。これも multitask、 multi がついてますよね。多数のタスクをしているということ、つまりいろんなことを同時にやってるってことですよね。まとめると mono、 uni が一つ、 by、 do が二つという意味、 tree は三つという意味、 multi は多数という意味になるので、ぜひ覚えておいてください。ここまで見ていただいた方へ一つ目のキーワードです。一つ目のキーワードは e になります。合計9文字ありますので、この動画を最後まで見ると全てのキーワードが分かり、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるので、ぜひ最後まで見ていってください。次は否定を表す接頭辞です。数はかなり多くなるので何度も見て頭に入れていきましょう。一つ目は and です。 and を単語の前につけることで意味が否定されるので逆の意味になります。例えば uncertain、 これは and と certain に分けられます。 certain は確かであるというその and、 否定なので確かではないとか確実ではないという意味になります。他にも unconscious、 これも and と conscious で、 conscious は意識がある、その and 否定だから意識がない、つまり無意識であるという意味になります。さらに unlimited、 an と limit と ed に分かれて、ちなみに ed は形容詞を表します。 limit は限界、 an で限界ではない、つまり限界がないとか無制限のっていう意味になります。さらに uncover、 どういう意味か予測できますか？これは cover イコール覆うっていう意味で、その否定 an なわけなので覆わない状態にする、つまり暴くとか暴露するっていう意味で使われるわけです。せっかくなので this も否定の意味で使われる、例えば discover も覆いを取るというところから、覆うの逆だから暴露とか発見とかってカバーが外れていますよね。だから discover になるわけです。皆さんが知っている unable も un 否定 able できるなので、合わせてできないっていう意味になるし、 unbelievable 否定の un、 believable 信じることができる、つまり信じることができない、信じられないという意味になるんです。それではどんどんいきましょう。次は in または in ですね。 in と in の意味は同じで、発音の関係で n か m に変わります。例えば individual は発音するときは indiv みたいに in でのところで唇同士がくっつかないですよね。一方 impartial っていう単語とかだと impartial みたいに impa のところが唇同士がくっつきますよね。だから m が使われています。個人のっていう意味なんですが、 in と divide、 つまり divide 分けることが in の否定できないっていうことなので、人類という枠で見た時にある集団があって、そこからさらに分解してこれ以上分けることができなくなるものって個人ですよね。だから個人っていう意味になります。先ほど紹介した impartial は in は否定、 partial これはパートが入っているので分かりますよね。 partial は部分的なという意味で、これの否定ということは部分的ではないとなるので、偏っていないとか公平なっていう意味になります。公平って部分的なことだけを考えるんじゃなくて全体を表してますよね。だから公平って意味になるわけです。これも目から鱗ですよね。次は immune、 in は否定、 mune は変わるという意味で、 in があるので変わるの否定、つまり変わらないということなので、外部の影響によって変わらないってことなので免疫があるっていう意味になります。次は動詞の impede、 この in は否定、 pede は足でという意味なので、 pedestrian の歩行者って意味でも pede が使われていますよね。これは足で歩きますの否定、つまり歩けなくするということ
ことっていうところから少し抽象度が上がって邪魔をするとか遅らせるっていう意味になります。おそらく皆さんが知っているだろう impossible もそうですよね。 possible 可能では in ないということなので不可能っていう意味になるわけです。最後に少し難しめのもいきます。 incoherent これはどういう意味でしょうか。 in は否定ですよね。 con は後でも紹介しますが共にとかという意味です。 here は粘着する、 and は何々のようなというところから共に粘着しているとなります。そして in でこれの否定なので共に粘着していない、くっついていないということなので一貫していないっていう意味になります。つまり一貫していないって話と話がそれぞれ共にくっついていない状態ですよね。これが否定の in になります。ここまで見ていただいた方へ二つ目のキーワードです。二つ目のキーワードは t になります。一つ目のキーワードは少し前に戻ってみるとわかるのでぜひ見てみてください。最後まで見てみると全てのキーワードがわかり、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるのでぜひ最後まで見ていってください。次は an, in, inと来てもう一つ否定の意味の接頭辞を紹介していきます。それはあになります。例えば apathy これはあ否定、 pathy は感情という意味なので感情がない、つまり無関心っていう意味になります。次に紹介する原子という意味の atom これもそうです。あは否定で tom は切るって意味なんですけど tom 切ることがあできないということなのでこれ以上切ることができないものって原子ですよね。だから atom は原子って意味になるわけです。それでは次行きましょう。次は add になります。意味は分離っていう意味になります。早速 add を使った単語を紹介していきます。例えば一つ目は abnormal。 add は離れたっていう意味で normal はノーマルっていう意味のことですよね。実はこれの norm は規格とか基準っていう意味で規格から離れた、日本語でも規格外って言ったりしますよね。だから abnormal は異常なっていう意味になるんです。次は absent これは欠席するっていう意味なんですけど分解していくと非常に簡単です。Ab は離れたっていう意味で Sent は存在するっていう意味なので存在から離れた状態、その場にいないってことですよね。だから欠席するっていう意味になるわけです。次は Abuse これは Ab 離れた、 Use 使用する、ここでは正しく使うというところから離れる、つまり悪用するとか乱用するっていう意味になるんですね。それでは次行きましょう。次は this になります。 this はもともと ab と似ていて離れるっていう意味なんですけど離れるというのは先ほど紹介したように逆の意味になりましたよね。だから否定の意味としてもよく使われます。例えば disable これは this 否定 able できる、つまり何々できなくさせるという意味で使われます。他にも disadvantage これも簡単に意味が予測できますよね。 this 否定 advantage 有利っていうことなので有利ではない、つまり不利っていう意味になるわけです。みんなが知っているDisagree もそうですよね。 This 否定 Agree 同意する、だから同意しないとか反対するっていう意味になるわけです。次は Disappear これも This 否定 Appear 現れる、現れるの逆なので消えるっていう意味になります。次は Discharge これも This は否定で大丈夫ですよね。 Charge の核のイメージは満たすっていうことなんですけどだから Charge って充電するという意味になるんですが本来の意味は電池のメモリを満たすっていうことなんです。 Discharge の説明に戻ると This が否定なのでチャージ満たすの否定で満たさない、つまりその逆の解放するとか放出するという意味になります。先ほど出た discover の覆いを取るというところから発見するという意味になるのも分かりますよね。覆うの逆だから暴露する、発見するという意味になるんです。カバーが外れていますよね。次は set になります。これも離れるっていう意味で使われます。例えば一つ目は secure は背は離れて、 cure は気遣いっていう意味なんですけど気遣いする状態から離れている、つまり安全なという意味になります。これに否定の in がくっつくと insecure になります。 in は否定、背は離れる、 cure は気遣い、気遣いしなきゃいけない状態から離れていない、つまり不安なとか不安定なっていう意味になるんです。次は少し難しい単語ですが一撃で意味を覚えられます。その単語は seclude
る。この意味わかりますか？背は離れる。くるは閉じるという意味なので、離れて閉じるってどういう状態ですか？そう、隔離するっていうことです。separate とかも離しているから背が使われていますよね。次は seduce。 deuce は導くって意味なんですけど、背離れて、つまり離れて導くというのはどういうことでしょうか？正しい道から離れるように導く、つまり誘惑するとかたぶらかすという意味で使われます。それでは次の窃盗時、どんどん行きましょう。これは先ほど紹介した否定の in ではなくて、皆さんが知っているだろう in の意味です。この in は中にという意味でも使われます。まずは import。 ちなみにこれも import と発音するときに唇同士がくっついているので in みたいに m の表記になっています。話を戻すと、これは in 中という意味の窃盗時と、 port は運ぶという語根です。なので中に運ぶ、だから輸入するという意味になります。輸入って中に運びますよね。次は inside。 これは in 中という意味の窃盗時と、サイトは視界や見るということなので中を見る、つまり洞察という意味になります。次は income。 財布とかの中に入ってくるお金、つまり収入という意味。次は impress。 ちなみに in という表記は bmp で始まる語の前では in になります。ちなみに簡単な見分け方は、唇が触れるか触れないかで分かれます。発音する時の唇がくっつかない時は in という表記で、くっつく時は in という表記になります。例を出すと income、 これは income と発音するときに唇がつかないので in。 逆に impress って p の瞬間に唇くっつきますよね。だから in になります。実は英語のスペルって発音に左右されることがあるので覚えておいてください。次は include。 これは in 中という意味の窃盗時と、 include は閉じるという語根で、中に閉じる、つまり含むという意味になります。次は inherit。 これは in 中という意味の窃盗時と、 inherit は受け継ぐという語根です。中で受け継ぐ、つまり相続するとか遺伝するという意味になります。相続とか遺伝とかって家族の中で起きたりするものですよね。次は inject。 これは in 中という意味の窃盗時と、 ject は投げるという語根です。中へ投げる、つまり注入するとか意見など差し込むという意味で使われます。まさにこの語源通りですよね。次は少し難しい単語ですが、これも一撃です。例えば indigenous。 これは in 中という意味の窃盗時と、 gen は生まれる種という語根で、 us は形容詞につく設備です。なのである地域とかのその中で生まれた、つまり固有なとか原産のっていう意味で使われます。もう一つの表記で in と同じ意味の中へという意味の ent があるので、これも最後に覚えておきましょう。 empathy。 これは n 中という意味の窃盗時と、 pathy は感情という語根です。感情の中へということなので、他者の感情の中に入る、つまり共感とかという意味になります。次は n を使った単語ですね。例えば enroll。 これは n 中という意味の窃盗時と、 roll は名簿という語根で、なので名簿の中に入れるということなので、学校とかだと入学させるとか申し込むという意味になるんです。少し疲れたかもしれませんが、ここまで見ていただいた方へ3つ目のキーワードです。3つ目のキーワードは why になります。1つ目と2つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるので、ぜひ見てみてください。最後まで見ると全てのキーワードが分かり、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるので、ぜひ最後まで見ていってください。次は re になります。意味は再び、元に、後ろにという意味です。再びとか後ろって違うような意味に見えちゃうかもしれないんですけど、ほぼ同じようなイメージです。再びっていうのはもう一回ってことで、後ろっていうのも一回進んだものをもう一回後ろに戻ってますよね。だから再び、後ろっていうのももう一度元に戻る動作のことなので、本質的には同じイメージです。それでは早速 re を使った単語を紹介していきます。最初は recall。 これは re 再びという意味の窃盗時と、call は呼ぶという語根です。再び呼び出す、つまり呼び戻すのが記憶なら思い出すという意味になるし、商品とかを呼び戻すなら回収するという意味になります。よく日本語でもリコールするって言いますよね。まさに商品を呼び戻して回収しているわけです。次は retreat。 これは re 後ろという意味の窃盗時と、 treat は引くという語根です。後ろに引く、そこから引き下がる、後退するという意味になります。次はこれも retreat と似ているんですけど、 recede という単語です。これは
re 後ろという意味の接頭辞と seed は進むという語根です。後ろへ進む、そこから後退するという意味になります。次は restrict、 これは re 後ろという意味の接頭辞で strict は引っ張るという語根です。何かを後ろに引っ張る、そこから制限するという意味になるんです。どんどん行きましょう。 restrain も re 後ろという意味の接頭辞で strain は引っ張るという語根で restrict と似たような意味の抑えるという意味になります。だんだんと re の持つイメージが分かってきたと思います。次は result、 これは re 元にという意味の接頭辞で salt は飛ぶという意味です。表記は salt となることもあります。 salt というのは salto から来ていてイタリア語で跳躍という意味です。体操で2回宙返り1回ひねりのことをムーンサルトって言いますよね。このサルトってまさに salto になるわけです。多分このイタリア語の発音の仕方は間違ってるかもしれませんがご承知おきください。が飛ぶ、この語源が使われている単語は例えばサームで水面から飛び跳ねる魚が鮭ということでサオという語源が使われています。なので先ほどの単語に戻るとリは元に、ソーは飛ぶで元のところに跳ね返ってくるもの、つまり自分が行った努力に対して跳ね返ってくるもの、だからリゾートは結果とか成果という意味になるんです。次はレインフォースになります。これはリ再びという意味の接頭辞でインは中にでフォースは力という意味なので再び中に力を入れるということで補強するという意味になります。補強するって一度完成したものに対してさらに追加で中に力を入れて補強することですよね。だからレインフォース。次は revolve、 これも re 再びという意味の接頭辞と volve は回るという意味です。なので再び回る、だから何度も回るってことなので回転するという意味になります。回転って何度も回ることですよね。次はみんなが知っているだろう research、 これも re 再びという意味の接頭辞で search 探し回る、つまり再び探し回るということでそれぐらい探し回るというところから研究するっていう意味になります。それでは次の接頭辞も行きましょう。次は in、 中に、この逆の意味の x になります。これは皆さんもわかるかもしれませんが意味は外にという意味です。先ほど include で中に閉じるということで含むという意味になると言いましたがその逆ですね。これは x、 外にという意味の接頭辞で clude は閉じるという意味です。なので外に閉じるというところから exclude は締め出すとか除外するという意味で使われます。次は exceed、 これは x、 外にという意味の接頭辞で seed は proceed と先ほど解説した receiveでも出てきたように進むという意味です。 exceed で外に進む、つまりある境界を出て外に進みすぎてはみ出る、だから超えるという意味になるんです。みんなが知ってるだろう exchange、 だって外にあるものと change 変える、つまり交換するという意味になります。あと他にも explain は説明するっていう意味なんですけど、これは x、 外にという意味の接頭辞で explain は平らにするっていうことなので外に意見を出して複雑でボコボコしているところを平らにして綺麗に明らかにしているところから説明するっていう意味で使われます。他にも excavate、 これも x、 外にという意味の接頭辞で cave が cave の穴という意味で8は単語を動詞にする接頭辞でこれは穴の外に出す、つまり明るみに出す、だから発掘するという意味になります。 expect は予想するという意味なんですけどこれは x、 外にという意味の接頭辞で pect は見るという意味です。つまり自分の範囲内のところだけを見るのではなくて外へ出て見据えることで先を見ることができますよね。ここから外を向いて先に起こることを見る、だから期待するっていう意味になるわけです。次は export、 これも x、 外にという意味の接頭辞で port は import と先ほど説明した運ぶという意味です。つまり国内から外へ運べる、つまり輸出するという意味。次は express、 これも x、 外にという意味の接頭辞 press は押し出すという意味なので感情などを外に押し出す、なので表現するという意味になります。それではここまで見ていただいた方、4つ目のキーワードです。4つ目のキーワードは N になります。1つ目から3つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるのでぜひ見てみてください。最後まで見てみると全てのキーワードが分かり、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるのでぜひ最後まで見ていってください。次の接頭辞は Pre、Pro、For になります。 Pre、Pro、For は前に、前でという意味があります。例えば皆さんが知ってるだろう Present、 動詞では相手の前に差し出すっていう意味があるんですけど、この Sent はあるという意味なので前にある、つまり何かを前にある状態にする、つまりこの図のように相手の前に差し出すという意味になるわけです。面白いですよね。次は Protect、 これも Pro は前にという意味の接頭辞で Tect は覆うという意味なので前で覆う、つまり保護するという意味になります。保護する
って目の前から来る攻撃とかから覆って守ったりすることですよね。だから protect になります。次は proceed、 これは fall は前にという意味の接頭辞で see は見るという意味なので、前に見る、前もって見るということなので、つまり予測するとか予見するという意味になります。次は forehead、 頭の前の部分、つまり額という意味になります。今回の動画のテーマの接頭辞という意味の prefix も pre は前にという意味の接頭辞で、 fix は固定するという意味なので、前に固定されているもの、つまり接頭辞となるわけです。 pre とか x とかを固定して形が変わらないことがほとんどですよね。だから prefix にはプリが使われています。次は proceed、 先ほど seed は進むと習いましたね。つまり pray は前にという意味の接頭辞で、 seed は進むという意味なので、前に進む、そこから前進するという意味で使われます。次は promote、 これは pro は前にという意味の接頭辞で、 mote は動くという語根なので、前に動く、つまり仕事的なポジションで前に動くわけです。だから意味としては昇進させるという意味になったり、もちろんそれだけではなくて意味は前に動かすなので、何かを促進するという意味でも何かを前に動かすってことなので、そのニュアンスが使われればプロモートが使われます。次に prefer というのも、これは pre は前にという意味の接頭辞で、 fer は運ぶという意味なので、自分の前に運ぶ、それぐらい好むとか好きであるという意味になります。プロは前に、 deuce は導くという意味なので、前の方へ見えるように生み出す、そこから製造するという意味になるので、そこで er がついてプロデューサーとなると、何かを前に連れ出して導く人ってことになるので、プロデューサーという意味になります。次は sir と super になります。これはどっちも意味は超えてとか、または上にという意味です。例えば surcharge、 sir は超えてという意味の接頭辞で、 charge は料金という意味なので、超えた料金、つまり超過料金という意味になるし、次の単語の surface、 これは sir は上にという意味の接頭辞で、 face は顔という意味なので、顔の上、実際には顔に限らず何かの上なら何でも大丈夫です、つまり表面という意味になります。次は surmount、 sir は超えてという意味の接頭辞で、 mount は山という意味なので、山を越える、つまり克服するとか打ち勝つという意味になります。日本語でも何かの山を越えるとかって言いますよね。だから surmount。 次は surpass、 sir は上にという意味の接頭辞で、 pass は通るという意味なので、上を通るということ、つまり越えるとか勝るという意味で使われます。余談ですが、 passport は昔は船が海外渡航の唯一の手段であったので、港を通過する、だからパスポートという意味で使われています。次は supervise、 super は上に、 vise は見るという意味なので、上から見るということ、つまり監督するとか管理するとか指揮を取るとかの意味で使われます。 survey でも使われる vey や view、 supervise の vise は見るという意味で使われます。視覚という意味でも vision などが使われますよね。ちなみに先ほどちゃっかり説明した survey も sir 上から vey 見るで調査するという意味で使われます。調査するって上からこうやって見てる感じがしますよね。次は superfluous、 super は超えるという意味の接頭辞で、 flu は流れるという意味で、 us は単語を形容詞にする使い方で、超えて流れる、つまり余分なとか無駄なという意味になります。超えて溢れ出てしまうものって余分なものとか無駄なという意味で使われますよね。他にも超えてっていう意味で trans という接頭辞もあります。例えば transact、 取引って意味なんですけど、取引って販売者側と購入者側がいますよね。だからこのようなイメージです。販売者側から購入者側まで2つの間を超えて何かしら行っていますよね。 trans は超えてという意味の接頭辞で、 act は行動するという意味なので、超えてそこで何かしら行動する、ここではお仕事とかであればそこから取引という意味になります。他にも transplant、 超えて植える、臓器を人から人へこんな感じで2人の人の間を超えて移すというところから移植するという意味になります。翻訳するという意味の translate もそうですよね。 trans は超えてという意味の接頭辞で、 late もう実は運ぶという意味なんですけど、 translate 2つの言語の間を意味が超えて運ばれてきてますよね。だから翻訳するという意味になります。
次の窃盗時は Serve になります。これは予想がつく人もいるかもしれませんが、 Serve は下に、何かの下という意味です。地下鉄のことを Subway って言ったりしますよね。地下って地上より下っていうことですよね。だから Serve 下に、 Way は道、下の道、つまり Subway となります。次は Submarine。 Sub は下のという意味の窃盗時で、 Marine は海のという意味なので、海の下、つまり海底のとか名詞として使われると潜水艦っていう意味で使われます。 Subtitle もう、サブは下、タイトルは台という意味なので、タイトル、台の下にあるもの、つまり副台とか字幕という意味になります。映画とかでよく見る字幕って画面の下側についてますよね。だからサブタイトルになるわけです。サブスタンスもう、サブは下、スタンスは立っているということなので、下で立ってくれているもの、つまり支えてくれているものなので、物質とか本質っていう意味になります。物質とか本質って下にある根底で支えてくれているものですよね。なのでサブが使われています。またサブは続く文字によってサス、サフ、サク、サプ、サグなどに変化するんですけど、それでも意味は下のっていう意味であるので覚えておいてください。例えばサスペンド、サブは下、ここではサスになりますね。ペンドは吊るすという意味なので、ぶら下げるという意味になります。ちなみにペンドは吊るすっていう語根で、ペンダントって言ったりしますよね。英語ではペンダントと表記します。だからこれもサスペンドは下にぶら下がっているってことなんですね。だから意味としては何々をぶら下げるっていう意味になったりします。他にもサステインはサブは下、ここでは表記はサスになりますね。テインは保つって意味なので、下で保つ、つまり支えるとか維持する、このような意味で使われます。また下にっていう意味でサブの他にも後で紹介しますが、でという窃盗時も離れるっていう意味があるんですけど、同時に離れるという意味以外に下にという意味があるんですね。ここではそのでが下にと使われているケースも紹介します。例えば despise、 では下に、 spies は見るという意味なので、下に見る、つまり見下す、そこから軽蔑するとかの意味になります。難しい単語である depopulate という単語も、 d は下、 popul は人々という意味で、ちなみに8は同心するときに使います。人々の数を数字で下に行くように減らしていく、つまり人口を減少させるという意味で使われます。前に出た promote も昇進させるの逆で demote があるんですけど、意味がわかりますでしょうか。 div は下、 mote は動くという意味なので、下へ動かす、つまり仕事とかでは降格させるという意味で使われます。皆さんも知ってるだろう depend も、 div は下、 pend はぶら下がるという意味なので、何かの下にぶら下がっている状態、つまり依存するっていう意味になるんです。これで一旦 d の下という意味は以上なんですけど、先ほど D が離れるという意味があるとも言いました。これからはそれを紹介していきます。まずは皆さんが知っているだろう単語の Decide、 この D は離れる、 Seed は切るという意味なので、他の選択肢を切り離すというところから決断するとか決心するっていう意味になります。 Deny っていう単語も D は離れる、 Ny は否定、つまり否定して突き放す、そこから否定するや拒絶するっていう意味になります。少し難しい意味の Deprive、 これも D は離れる、Private はプライベートから分かるように個人という意味なので、個人から何かを話す、つまり奪うっていう意味になります。次は Detour は、 D は離れる、 Tour は曲がるという意味なので、離れて曲がる、つまり離れながら遠くに曲がるで遠回りっていう意味になります。ここまで見ていただいた方へ5つ目のキーワードです。5つ目のキーワードは O になります。1つ目から4つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるので、ぜひ見てみてください。最後まで見ると全てのキーワードが分かる、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるので、ぜひ最後まで見ていってください。次は call という窃盗時です。後に続く単語によって con は con となったりします。call、con、con、意味はすべて共にという意味になります。例えば coworker、 co は共に、 work は働く、 er は人という意味なので、共に働く人だから同僚って意味になったりするんですね。他にも collaborate や cooperate は co、 共にが入っていますよね。 collaborate は co は共に、 labor は働く、 aid で動詞になって共に働く、つまり共同で働くという意味になったりします。 cooperate 協力するという意味も co は共に、operate は働く、そこから協力するっていう意味になります。全く知らない単語を完全に予測できなかったとしても、このような形で日本語の意味と語源を見たら関連性があって納得できて覚えやすくなります。次の単語は conform。 conform は従うっていう意味なんですけど、 con は共に、 form は形なので、共に一緒の同じ形にするということなので
ので、つまり従うとか遵守するっていう意味になります。従うってあるルールとかに従って同じように行動するっていう意味ですよね。だから一緒、共に、同じということで con が使われているわけです。 contract も co は共に、 tractor の tract は引くという意味なので、共に引き合うわけです。何かを引き合ってやり取りしている状態、そこから契約っていう意味になります。仮にここで共に引き合う状態と契約っていうのが結びつかなかったとしても、契約って意味を初めて聞いて共に引き合ってる感じっていう意味を持つんだな、これを分かるとなんとなくイメージは結びつけることができますよね。これが大事なんです。話がそれましたが、他の単語も紹介していきます。同意するって意味の単語の consent も con は共に、 sent は感じる、共に感じている状態、つまり同意するっていう意味になります。 compete も競争するっていう意味なんですけど、 con は共に、 pete は求める、共に一つのものを求める、つまり競争するっていう意味になります。 combine も co は共に、先ほど話しましたが by は二つのものを共にする、つまり結びつけるとか混ぜ合わせるという意味で使われます。少し難しい単語の confront という単語も con は共に、 front は表とか額っていう意味があるので、喧嘩前の額を共に合わせるみたいなところから向かい合う、対決するっていう意味になります。男女共学って意味の co-education も co は共に、 educate 教育する、 young は名詞化なので、性別関係なしに共に教育するというところから男女共学っていう意味になります。次の接頭辞は add になります。 add の意味はズバリ何々の方へという意味です。例えば皆さんが知ってるだろう、住所という意味の address は add は何かの方へ、 rest は導くという意味なんですけど、何かの方へ導くものなので、ここでは場所とかになるので、ある場所の方へと導くものだから住所ってなるんですね。何かの方へ導くものが本質の意味なので、 address には演説をするっていう動詞の意味もあるんですが、なぜかわかりますよね。演説をするときって何かの方へ導いてますよね。例えばリーダーの人とかが演説をして何かの方へ導いてるわけです。だから演説をするっていう意味で address という単語を使うんですね。他にも adapt も add も何かの方へ、 apt は適したという意味、何かの方へ適した状態にする、つまり適応させるとか適応するっていう意味になるんですね。次は adjust、 add は何かの方へ、 just は正しいという意味、正しい方向へ行くということ、つまり調節するという意味になるんです。調節するって温度にしても火加減にしても、その状況にふさわしい自分が正しいと思う方向へ持っていくことですよね。だから adjust、 調節するということです。次は少し難しい adequate という表現も、 add は何かの方へ、 ik は equal からもわかるように、等しい、同じになるという意味になります。何かのある基準と同じになるっていうことなので、十分なとかまずまずのっていう意味になります。ちなみに add は後に続く語根によって少し発音が難しいんですけど、 up、 ak、 r、 l、 a などに変化するので、数が多いって思うかもしれませんが、よく使われる代表的な単語は限りがあるので、それだけ頭に入れておくだけでも大丈夫です。例えば appoint、 add は何かの方へ、ここでは app になっていますね。 point は指すという意味、何かの方を指す、つまり指名するとか指定するっていう意味になります。次は accept になります。 add は何かの方へ、ここでは act になってますね。 accept は掴むという意味、自分の方に掴む、つまり受け入れるっていう意味になります。受け入れる状態って自分の方で掴んで受け入れるってことですよね。次は accurate、 add は何かの方へ、ここでは act になりますね。 cure は注意、世話っていう意味で、 aid で形容詞になって、何かの方へ注意とか世話を払う、つまり正確なっていう意味になります。正確な状態って注意を払っていますよね。この cure は他にも care、 治療、注意が必要なものだし、 curious、 注意がいっぱいだから好奇心があるになりますし、 secure も背が分離で cure が注意、注意が離れても大丈夫なほど安心な、安全なっていう意味になります。次は add ではなくて r の場合、例えば arrest、 r は何かの方へ、 rest は休憩っていう意味なんですけど、例えば誰かを何々の方へ休憩させる、つまり何々を止めるっていう意味なんですね。そこから逮捕するっていう意味になります。誰かを逮捕するって完全にその人を止める状態ですよね。だから arrest で逮捕という意味。次は all を使った単語、例えば allure、 add は何
何かの方へ。ここでは all が使われています。 lure は魅力とか誘い込むものって意味なんですけど、何かの方へ誘い込むもの、そこから誘惑するっていう意味になります。次は alert、 add は何かの方へ、ここでは all の表記ですね。 lot は分け前という意味、分け前を何かの方へ与える、つまり割り当てるって意味になったりするんですね。どんどんいきます。次は attend、 add は何かの方へ、ここでは add の表現ですね。 tend は伸ばすという意味なので、心を伸ばし向かう、つまり関心を向けるとか参加するっていう意味になります。 attempt の at は何かの方へ、 tempt は試す、つまり何かの方へ試みるという意味になります。 attract も何かの方向へ、 tract 引っ張る、ちなみに tract は tractor と言ったりもしますよね。ある方向へ引っ張るから引きつける、魅了するっていう意味になります。 attain も add 何かの方向へ、ここでは at その方向へ、 attain 触れる、ある方向にある何かに触れる、そこから手に入れるっていう意味になります。かなり終盤にもなってきましたが、ここまで見ていただいた方へ6つ目のキーワードです。6つ目のキーワードは L になります。1つ目から5つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるので、ぜひ見てみてください。最後まで見ると全てのキーワードが分かり、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるので、ぜひ最後まで見ていってください。次は inter になります。この意味はズバリ何々の間にとか何々を通してって意味になります。例えば interpreter、 これは通訳者って意味なんですけど、通訳者の人って違う言語を話している人たちの間にいますよね。だからまさにこの間にいてつなぐような inter が使われているわけです。分解すると inter は間に、 pret は取引する、間で取引する、ここで通訳するって意味になったりします。次は interact、 これは inter は間の、 act は行動や作用すること、これは互いの間で作用し合う、ここから相互に作用するっていう意味で使われます。次は intersection、 これは inter は間の、 sect は切る、 yon で名詞にして intersection、 間に入って切ること、まさにこのイメージで交差点っていう意味になるんですね。次は intercept、 これは inter は間の、 sept は掴み取る、つまり間で掴み取るっていうことなので、途中で掴んでしまうと妨害することになりますよね。だから妨害するっていう意味で、通信とかが文脈なら通信を傍受するっていう意味になったりします。次は interject、 これは inter は間の、 ject は投げる、会話とかの間に投げ込む、ここから他の人が話している間に言葉を挟む、こういった意味になります。言葉を挟むって言葉を投げているイメージですよね。 interview も inter は間の、 view は見る、お互いの間で見合っていること、インタビューってインタビューする人と受ける人の間で見合っていますよね。だから inter が使われています。次は inter と似たような意味を持つ dia を使った単語です。 dia も何々の間にとか何々を通してって意味で使われます。例えば diagnosis、 これは dia は間や通して、 know は知る、 sis で名詞になります。体の間中を通して知るということなので、診察とか診断っていう意味になるわけです。ちなみに先ほど出た know は know や know でも知るという意味になるんですけど、 know というスペルの know というだけでも知るという意味があります。例えばメモという意味の note や通知するの notify もそうです。メモを見たら情報を知れるわけなので、 know と notify はすごく密接な関係があるとわかるし、 notify の通知するという意味も漢字の中に知という単語が入っていますよね。それだけ know と知るっていうのは関係があります。 knowledge の知識という単語の意味にも know があるのも偶然ではないですし、 ignore も無視するなので、 know が知る、 I はないないではないという意味なので、そこから知らないってなので最終的に無視するっていう意味になるわけです。次は dialect、 これは dia は間や通して、 lect は話す、特定の地域の人たちの間で話す言葉ってことなので方言っていう意味になります。何度も言いますが、語源だけで完璧に予測するところまではいかないときはあるんですけど、ただ意味が近いとか語源と日本語を照らし合わせると納得できるので覚えやすくなります。代表的なものはどんどん覚えていきましょう。さらに最初の方に紹介した dialogue、 これも dia が使われていますよね。ダイヤは間で、ログは談話なので、2人の間の話、つまり対話とかダイアローグって意味で使われます。
次は per を使った単語です。例えば permanent、 これは per は間や通して、 man はとどまる、 and で形容詞になってある期間を通して、つまりずっとっていうことです。そこからずっととどまる、つまり permanent は永続するや永久的な、このような意味になります。 perfect も per は通して、通しては全部通してっていうことなので、徹底的にっていう意味で使われます。全部を通すっていう感じと徹底的にって似たような意味ですよね。お互い全部網羅するイメージです。 perfect は作るという意味なので、これ以上ないほど徹底的に作り込まれた、だから完璧とか完全っていう意味になります。これに in がつくと否定なので、 imperfect、 不完全なっていう意味になります。少し難しい単語の pervade も per は徹底的に、 vade は進んでいくという意味、徹底的に進んでいく、つまりすっかり行き渡っている、普及するっていう意味で使われます。ここまで見ていただいた答え、7つ目のキーワードです。7つ目のキーワードは o になります。1つ目から6つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるので、ぜひ見てみてください。最後まで見ると全てのキーワードが分かり、有料でも販売できるようなボリューム満点の特典が無料でゲットできるので、ぜひ最後まで見ていってください。ここからは品質度は少し下がりますが、結構使われる窃盗時があるので紹介していきます。一つ目は bene になります。これは良いっていう意味の窃盗時です。だから例えば beneficial は bene は良い、 fit はする、 all は何々のようなっていう意味で、つまり良いものであるような、そこから有益な、有効なっていう意味になります。実は beautiful も bene は良い、今回は beau ですけど元は bene から来ています。 t はことという意味で、今回はスペルが ti になっていますが、ことという意味になります。そして full は満たされているという意味になるので、そこから良さで満たされていること、つまり美しいとか素敵なっていう意味になるんですね。次によく使われる接頭辞は mal になります。 mal は悪いっていう意味です。例えば malfunction、 この mal は悪い、 fact は作る、 shun はことものっていう意味で、悪い状態を作ること、そこから機能の調子が悪いっていう意味や故障っていう意味で使われるわけです。ここまで見ていただいた方へ8つ目のキーワードです。8つ目のキーワードは gになります。1つ目から7つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるので、ぜひ見てみてください。この後最後のキーワードを紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。次は sacred っていう接頭辞です。これは saint や sanct とも表記されることがあります。もちろん全て同じような意味で使われます。その意味っていうのは神聖なっていう意味です。例えば sanctuary、 sanct は神聖、 ary は場所という意味で、神聖な場所、そこから聖域だったり保護地域っていう意味に使われます。他にも sacred、 sacred は神聖、 edで形容詞なので神聖なって意味になります。次は pre という接頭辞です。この意味は最初や先にって意味なんですけど、例えば prince 王子っていう意味なんですけど、 pre があるね、第1位の地位を占める人、つまり王子ってなります。 princess 女王、これも同じ考え方で同じ語源です。あとは principal、 これも先生の中の一番最初の人、偉く前にいる人、つまり校長っていう意味になります。形容詞の意味では主要なって意味になるのも納得できますよね。 prime も pride から最も重要な、主なっていう意味があるんですけど、そこから primary という単語も prime で最も重要な、 array で形容詞的になる、ここから最初の主要なっていう意味になります。 primitive、 これも prime で最初、 if で形容詞になって、そこから最初のだったり原始的なっていう意味になります。原始的なっていうのも時代でいう最初のことですよね。他にも prime minister も minister、 大臣の中での一番の人、つまり総理大臣となるわけです。ここまで紹介した prime や prime がついた単語っていうのは先や最初っていうニュアンスがありますよね。これでかなり覚えやすくなったと思います。いかがだったでしょうか。今回は接頭辞、語根、設備辞解説、語源完全攻略ということで語源をかなり発表してきました。今回紹介した全ての接頭辞、語根、設備辞を紹介している語源完全攻略シートを無料で配布しています。公式 LINE 登録していただいて、最後のキーワードを知った上で全て打ってください。それでは最後の9個目のキーワードは Y になります。ちなみに1つ目から8つ目のキーワードは少し前に戻ると分かるので、ぜひ見てみてください。すべて今までのをまとめると etymology となって、 etymology を公式 LINE に言って得点を受け取ってください。ちなみにこの英語語源という意味になります。ぜひ合わせて覚えておいてください。この下の概要欄には公式 LINE でキーワードを打つと、この動画で紹介したすべての接頭辞、語根、設備辞を紹介している語源完全攻略シートをゲットできます。ぜひこの下の概要欄から登録しておいてください。そしてここからは今年一重要な連絡です。前回の動画で約1年ぶりとなる
になる第2期の英語コーチングを11月20日土曜日20時に募集開始すると言いましたが、日程を少し変更します。準備をさらに行い、コンテンツのブラッシュアップをさらに行っていくため、約3ヶ月後の2022年1月22日土曜日20時に変更いたします。1月22日土曜日20時に Twitter でも公開していますが、とてつもない数の成果を出してきた LINE 限定配信、7日間限定無料英語コーチング講座を概要欄にある公式 LINE で配信いたしますので、必ず2022年1月22日土曜日20時までに以下の公式 LINE に登録しておいてください。その後に登録しても通知が届かないので、必ずこの期日までによろしくお願いいたします。すでに登録している方は大丈夫です。そして現在ありがたいことに7万人以上の方が登録してくれているこの公式 LINE では、僕が英検3級 TOEIC 280点の全くの初心者から、6ヶ月で TOEIC 900点、3ヶ月で英会話習得、2ヶ月で英検1級を達成できた方法の配信と、英語学習を継続できてやりきれる環境を用意しています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間で英検 TOEIC 英会話のあなたの求める英語力を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひですね、この動画下の概要欄から登録しておいてください。さらに今なら有料英語教材7日間で完成、初心者向き文法書、30分で使える独り言英会話集2点をプレゼント、その他にも LINE 限定無料講義動画4本、厳選した60本以上の中からあなたに合ったハイクオリティ動画、僕の経歴やレッスン生の実績、 YouTube 以外の SNS100 本以上の動画、計6つの無料特典が欲しい方は、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、短期間で英語を習得する貴重な英語学習法をできるだけ分かりやすく配信しています。だからこれからもそういった動画を見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもお願いします。ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。